数々のプロスポーツを見てきた私ですが、新しい歴史が生まれる瞬間に立ち会うことができました。レーサーにとって究極の夢、F1 チャンピオンがまた一人誕生しました。マクラーレンにとって大きな勝利となりました。アンソニー、他のチームとの差はどこにあったと思いますか？今日のコンディションが彼らのマシンにぴったりだったんでしょうね。風とか路面温度とか、とにかく全部が、マシンはタイヤ温度が適正な時に最高の性能を発揮します。タイヤが安定し、思い切り走らせられるんです。勝ったマシンは走りがとにかくスムーズでした。ドライバーたちがポディウムに上がります。優勝トロフィーを手にするのはマクラーレン。素晴らしいパフォーマンスに盛大な拍手を送りたいと思います。ではポイントを確認しておきましょう。これでチャンピオンも決まりました。もう順位がひっくり返ることはありません。本当に素晴らしいシーズンでした。